中央大学高等学校は東京都文京区カス一丁目に所在する私立高等学校。通称中大校。前身は1927年創立の中央大学商業学校。1928年中央大学が最初の付属校として工学心に燃える貧労性少年のために設立。以来都内私立高校では 唯一の独立定時制高校であったが、学校教育法の一部改正に伴い、1989年度、入学生から、修行年限3年制を実施。その後、1993年度から昼間定時制に移行した。また、それまでの週5日制を2008年度新入生から、週6日制に変更した。中央大学高楽園キャンパス内にある。 男女共学で生徒数は約480名。当初は各学年にクラス編成で学校全体の人数も240人ほどであったが2002年理工学部キャンパス3号館の工事終了とともに高校校舎が拡大し2002年度入学生より1学年約160人へと増えた。中央大学の付属学校は他に 中央大学付属中学校、高等学校、中央大学杉並高等学校及び、中央大学付属横浜中学校、高等学校があるが、付属4校のうち最も古い歴史を持つ。なお、付属4校のうち生徒数は最小である。旧制八校舎校風には、中央大学の校風を受け継ぎ、出実合見、家庭的常味を掲げている。 少人数のためアットホームな雰囲気が特徴であり、職員室は開放されている。同学年ならばみなかおみしりであり、男女の中も大変よく、生徒と教師もまた親密である。1927年の創立時には夜間定時制であったが、1993年より昼間定時制に移行こう。始業は午前9時20分、終業は午後3時50分であり、 全日制に比べ、修行時刻も修行時刻もやや遅い。1日6次元授業で週5日制であり、大部分の定時制と違い、修行年限は3年である。全日制との違いは、さほどなく、現在すべての部活が全日制の部会に所属している。なぜ高校そのものを、全日制に切り替えないのかという意見も聞かれるが、高校独自の校庭を持たないことが原因で、 全日制の設置基準を満たせないためである。なお、体育や運動部の活動は、高校専用体育館、理工学部、アリーナ、外部グラウンド、高校屋上などを使って行われる。修行時間が遅いことは、遠隔地からの通学を可能にし、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県と在校生の居住地は広範囲に及ぶ。東京都以外では、 千葉県からの通学者が最も多く生徒の4分の1を占める。カリキュラムは年度によって変動が大きいが、付属の特性を生かして幅広い科目が設置されている。選択授業としては、2年次より中国語やフランス語といった第二外国語の授業が行われ、英検二級対策の講習や、多大志望の生徒のための各種受験演習科目も設置されていて、卒業までに 約90%の学生が2級を取得する。また、広大一貫教育の一環として、中央大学から講師を招いた、母規講座を行っており、受講者の多くが在学中に、母規3級2級を取得する。3年時には、文系、理系のコース分けが行われ、コースにより行われる授業が異なる。また、大学の付属という特性を活かして、 三学期には進学学部別講座が行われている。近年他大学進学希望の生徒が増加。2009年度からは他大学受験クラスが新設され、毎年東京大学をはじめ東京工業大学、一橋大学等有名国立大学に合格者を輩出している。クラス対抗や縦割りの対抗で毎年大変盛り上がる。夏季休暇中、体育祭や 文化祭のため登校する生徒は非常に多い。3年になっても1年時のクラス T シャツを着る機会がある。修学旅行時も1年時のクラス T シャツを持参。同窓会的に写真を撮ったり、学年が変わっても元のクラスでの進行は盛んである。例次元始業前の8時から行われる特攻。自由選択科目のため自主的に受講している人はいいが、 英検2級に合格しないと、いつまでも8時に登校し、歩行を受けなければならない。教室は、中央大学理工学部高楽園キャンパス内に、併設されており、高楽園キャンパス2号館の一部、3号館の一部と8号館が、高校のスペースである。また、高校だけでの施設では、不十分な面もあるため、小石川運動場、文教総合体育館、 文教スポーツセンター等を利用することがある。2号館2号館2号館は2011年に工事が終了、それ以降は主に体育や演習室として利用している。3号館3号館は2003年に工事が終了、それ以降は主に3年生が使用している。8号館卒業した OB や OG によって白頭会が組織されている。白頭会は 年に数回発行される会報を歴代前卒業生のもとへ郵送したり、成人を祝う会や、降楽祭などといった各種行事の補佐を務めたりと多岐にわたって活動している。白頭会は卒業生と学校を結ぶ役割のほか、設立当初の勤勉学生の機質を今に伝える役割も果たしている。例年、募集定員が少ないために、 入試の倍率は高く、現在では、一般入試、推薦入試ともに、都内で、トップの競争率を誇る。また、全国の定時制高校の中では最も偏差値が、高く、全日制高校と比較しても難関校の部類に、当たる。進学面を見ると、以前は、中央大学への進学率が、他の付属2校に比べ低かったが、昼間定時制以降後は、 推薦枠が大幅に増え、例年卒業生の9割が中央大学へ進学、1割は国公立大学及び総計大に進学する。毎年中央大学から学部ごとの推薦人数が割り当てられ、高校内で成績順に希望学部に内定する。3年時には中央大学進学希望者全員が中央大学に進学できるよう先生。 生徒一体となった姿が見られる。また、中央大学への推薦権を留保したまま国公立大学各学,学部及び、私立大学の医、派、薬、獣医、看護の学部、学科への受験は認められている。中央大学高校では、近年成績上位だから法学部に行くとは限らず、自分の勉強したい学部、興味のある学部に進学する傾向にあり、 学年の真ん中あたりでも法学部に進学できる、ラッキーな年もある。ABCD2 号館、3号館は、中央大学理工学部や、中央大学大学院との共同利用であり、高校独自のスペースは2号館が、地下1階から2階の一部、3号館が2階全体と3階、半分である。吹き抜けになっており、ギャラリーは1階にある。デッキは4階にある。 行為室は2.3階に一つずつあるが、どちらも女子用である。そのため男子は主に男子トイレで行為する。なお、体育授業の前後は、女子が行為室で行為するため男子は教室で行為できる。体育授業、運動部活動で使用する。外にボールなどが出ないようにネットが貼られている。AB 学職生協は昼休みや、 放課後に使用が許されている。大学生などと共に使用する。ありがとうございます。